毎度大きに今回はグラビアアイドルの吉田里おさんを見ていきましょう。彼女の生年月日は2002年2月20日、出身地は長崎県佐世保市、血液型は B 型、身長は162センチメートル。吉田里おさんですが、趣味が海釣りで、周囲が海に囲まれた場所で育ったことから、学生時代は海釣りによく行っていたそうで、3枚おろしもできるそうです。 しかし魚介類を食べるのは苦手だそうです。経歴としては、雑誌のモデルになりたいと思い始めたことがきっかけで芸能界を目指すようになり、2017年8月に開催された、女子高生ミスコンの姉妹コンテスト、高一ミスコン、で約3500人の中からグランプリを受賞し、芸能界デビューを果たしました。また、同年のポップティーン1 1月号から雑誌、ポップティーンの専属モデルにもなりました。 その後、少年サンデー制服美少女発掘グラビアの第1弾に抜擢され、制服姿や水着姿を披露しています。そして、2018年3月に開催された女子高生ミスコンにファイナリストとして出場し、ヤングジャンプ賞を受賞すると、2020年3月27日にはファースト写真集、ピュリオを発売しました。その後、2020年12月25日に、 リバプールから発売された DVD クリアが2020年グラビアアイドル DVD 年間売上ランキング10位を記録しました。また、同年2月1日発売の週刊プレイボーイでは、同じ事務所に所属し、かつそれぞれ別のミスコンで受賞歴のある豊田ルナさん、山田南さん、縦沼ユイさんとセンターグラビアで共演。さらに山田さんとのコンビでデジタル写真集も発売しています。最近では、 2023年4月28日にデジタル写真集、春色は、まだまだ青い、を発売しています。このように、グラビアで活躍中の吉田里夫さんですが、今後は女優になることが目標みたいです。特に石原さとみさんのような演技派女優になりたいそうなので、今後はテレビドラマや映画にも出演に期待です。そんな、吉田里夫さんの今後の活躍を皆さんで応援しましょう。 それじゃ今回はこのくらいで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。